私には6歳と4歳の息子がいる。その日、雑誌編集者の妻は年末進行で仕事に出ていたので、私が息子たちの面倒を見ることになっていた。朝食をとり、3人で公園に出かけた。私は誰もいない公園のベンチに座り、読みかけの新書に目を落としていた。縄跳びがリズムよく空を切る音と一緒に、下の息子の声が聞こえる。兄ちゃん、貸してよ。ねえ、こっち使っていいから。上の息子の青い縄跳びが欲しいのだろう。下の息子のはもっと短い赤い縄跳びだったからな。せめて同じ色のものを買うべきだった。また大喧嘩になる。この年頃の男の子が自分から弟に物を貸すことは普通ない。それがこの日は兄が無視を決め込んでいるようだ。となると弟は私に泣きついてくるほかない。下の息子が私の前に小走りでやってくる。そら来た。私は本から目を上げた。兄ちゃんが冷たいよ。まあ泣いていないだけ偉い。喧嘩もしなかったし。おや？でもこいつはちゃんと兄の縄跳び持ってるじゃないか。そこで私は言った。そんなことないよ。お兄ちゃんらしく縄跳びを貸してくれたろ？ありがとうって言って、もうちょっと一緒に遊んでおいで。私は再び本を開いた。弟の足音が遠ざかる。兄ちゃん、ありがとう。の声の後に、幼い手が拙く縄跳びを回す音が聞こえてきた。一人暮らし始めてだいぶ経つけど、最近初めてストーカー被害に遭ってる。っていうのも、毎日毎日ポスト、って言っても、単身者用の安アパートだから、ドアに穴が開いてて内側にボックスがついてるだけの簡易なやつなんだけど、に、手紙が入ってるんだわ。無記名で宛名もないから、部屋がバレてるってことだよね。手紙の内容もさ、最初のうちは、一目惚れしましたとか、好きですとかその程度だったんだけど、だんだんエスカレートしてきた。最近は、なんで僕の気持ちに応えてくれないんだ。って逆ギレしてるのね。マジわけわかんない。つか怖い。で今日、家に帰ってきて、テレビとか見て一息ついて、ああ、今日も手紙来てるのかなーって憂鬱な気分で、郵便受けのボックスを開けてみた。そしたら、手紙と一緒に、猫の首が入ってるの。しかも私が毎日帰り道で可愛がってる野良猫。手紙だけならまだ我慢できたけど、こんなことまでするなんて。これ以上エスカレートしたら、私も危ない目に遭うかも。明日、警察に相談しよう。いかがだったでしょうか。意味がわかると怖い話。
もしよく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞き直してみてくださいね。それではまた、新たな意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。